どうも、ノブキックスこと千田信之です。ノブキックスこと千田信之です。今からね、またマインクラフトをやっていきたいと思います。さあさあ、実況目、第シャープ2ですね。いろいろ、まあ本当にマインクラフターとして、まだまだ初心者なので、これからしっかり頑張っていきたいと思います。まずは何を作ればいいのかな。まあとりあえず行ってみたいと思います。ちょっとだけ練習しました。で、さあ、この前の続きです。行きたいと思います。一夜明けてね、いろいろちょっと調べさせてもらったら、これから行こうかな。ほら、できるようになりましたよ、これも。どうも、ノブキックスこと、千田信之でーす。さあさあ、やっていきましょう。これでね、ある程度のプレイはできるようになったと思うんですが、まあ、今、この状態、この今、わからない、意味のわけのわからない状態から、とりあえず、こっから、あれが大事なんですよね。まずは拠点作りですね。この拠点が中途半端すぎるので、まずとりあえず資材を集めて、あ、見た、資材をとりあえず集めて掘る道具だったりとか、そういうのを作っていきたいと思います。また夜が来ると怖いのでね、とりあえずガンガンとりあえず資材を集めていきたいと思います。で、今これ木のままなんですよね、僕。木のままなので、これを木材にしていきたいと思います。木材に。ちょっといいのかな？俺これでいけてんのかな？木材に。木材にするためにはね、この木をね、まず。いやー、1回目のプレイから、ちょっと本当に少しだけ勉強させてもらって練習したんですけど、夜が怖い。ほんと怖い。で、ゾンビの声。あれ、えぐくないですか？で、まず、分かったことがありまして、拠点をまず作らなきゃいけないんですね。で、拠点作って、夜を迎えなきゃいけないわけですよ。夜。で、その夜を迎えるのにも、準備がいるんですね。拠点作るのに材料がまた木以外にもいるので、とりあえず土確保していきたいと思います。土おわすのでしていない。そうそう、上に上がって、ここほら、ここここれってだいぶいけてるんじゃないってことは、今、ちょっと待ってくださいね。これと、これと、これ。で、ちょっと待ってくださいね。マインクラフトやりながら喋ってる人、ほんとすごい。よいしょ。これ、ポケットエディションの場合は、あ、間違えた。マイクラの、とりあえず、これで拠点を作って、僕分かったことがあるんですよ。これで、あれ違うな、木材を作らなきゃいけないんですね。木材で、木材を作ると、なんか作業台をまず作らなきゃってやつですね。で、作業台置いて、で、ベッドとかも作らなきゃいけない。で、松明どうするんだっけ？松明を作るにはどうしたらいいの？あと、作業台で、ドアですよ、ドアを作ると。で、ドア。あ、あれ？合ってない。これ土足りない感じ？土が今足りない感じなので、できたけどちょっとおかしくない？場所がこれ何があるんだよ、広すぎるってことね。ちょっとわけわからないので、夜が来る前にもうちょっと土を集めて、一晩ね、まず
やり過ごせるところを作りたいと思います。ああ難しい難しい難しい、よいしょ。どうしたらいいの、ちょっと待ってくださいね。ここいらない。でですよ、これってあら違う、よし、片方のドアってこと、これ片方ドア見せた、ほら、あ、できた。ドアがいっぱい。ああ違う、ドアが来た、ドアできました。でこれで、あれどうしたらいいんだろう。ほらできた。これでいいんじゃないね。これで階段で屋根を作っていけばいいんでしょ。やば、土足りなくなった。とりあえず開けたら閉める、これ言ってた、誰かが言ってた、開けたら閉める。でベッドを作らなきゃ、なんか死んだ時にあれなんですよね。ちょっと羊さんがいるんだよね。ごめん羊さんの、あ、ほらごめんよ羊さん。よし、このウールが必要なんですよ、聞くところによると。よし、こんぐらいあった。やばい、怖い。聞く、天井聞く。真っ暗、暗いよ、狭いよ。さあとりあえず拠点を作りました。これでひとまず夜は安心だということですよね。でこっからまた何か作らなきゃいけないんですよ。わあ、調べとけばよかった、一番先にね、調べとけばよかったな。10分なってるな。とりあえず作れるもの作りましょうか。何を作ったの、棒？なんかみんな棒作っても、ああそう、棒をいっぱい作れば、剣、あ、剣も作れるの。剣と、これ何？斧、ツルハシ、シャベル、こんなものか、一番最初。何これ？オークのボード。何これ、どういうこと、オークのボードって何。あ、チェストもいるんですよね、最初は。でツルハシとかを多めに持ってったらいいのかな。スコップとさあ、こんなもんでいいかな。わ、夜怖えよ。これさ、昼間にやっても夜怖いじゃん。ちょっとまだ不慣れですが、チェストの中にしまいましょうか。こういうのしまってたらいいのかな、木材とか。分かったところ、長押し、やっぱりこの長押しがね結構重要だったりするわけですよ。怖っ。松明に必要なものって何、これ外に、ちょっと、おお、ゾンビ、死んだ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 、死ん
え、どういうこと今の。今何、何が起きた、何が。あ、うわ、え、壊されてる、怖え、え、怖え怖え。僕拠点結構近くに作ってたんだな。え、めっちゃ壊されてる。どういうこと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 。さっきの、さっきのやつが壊したってことですよね。え、あの、あいつ、あの爆発するやつ、怖、ゾンビやと思う。え、ゾンビちゃうかったっけ。あ、なんかおる、なんかいる、なんかいる。ええちょっと待って、剣、剣とかないの、剣。え、ちょっと待って、ちょっと、とりあえず、とりあえず、とりあえず、勘弁してよ。めっちゃ壊れてんじゃん。怖い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 。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、修繕、修繕していきましょう、修繕。ちょっと離れすぎた、ちょっと待って、冗談収まってるんですけど。おお、近づいてきてる。え、つけられない、ダメなの、なんで、なんでダメ。ちょっと黙っちゃうね。え、ダメ、え、つけれない、なんでなんでなんで、つけてくれよ、お願い。なんでつけれないんだ、どうして。いや、わかんない。とりあえずチェストがあるので、チェストの中の、ちょちょちょ、これで、これで、これで剣持ちました。うわ、おるやん、おるやん。な、え、何を集めたらいい、まずは何を集めたらいい。石、石だね、なんか石、石みたいなこと言ってたような気がする。え、夜動くの間違い、これ。いかんせ一人でやってるとこういうところがね、わかんないから怖いんだよね。クワ、スラッシュ、あ、これスコップがいいのか、こういうのはね。超速い、超速い。とりあえず家の、家の周りを直すことにします。何からやればいいのか、何からやればいいのかが。え、撃たれ、撃たれてる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 。え、え、あ、鳥肌が。どこ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 、あ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 、怖え、怖え、なんだよあいつ。あ、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてるよ。とりあえず、とりあえず逃げるか、とりあえず家の中、家の中逃げよう。で、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 あっ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 、やべ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 、よし逃げてやったぜ。真っ暗、真っ暗で何も見えない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、真っ暗で何も見えない。これが地面、ちょっと開けよっか、ちょっと開けよう、開けよう。どっか行った？もう行った？ねえ、超怖えじゃん。うわ、うわ、撃たれ、え、撃たれてる？いる？いるね、いるね。こい、え、ちょっとこれどこやって倒すのこれ？わかったわかった。これできるんじゃない？よしよし、洗ってない、洗ってない、これ。おい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 、ちょっと飲まれたら、隠れて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 、来た、来た。え、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 
ここいないよね。あいついるやん、あいついる、ここに、ほらここあいつでしょ、爆発させてるやつ。俺ゾンビだと思ってたけど、ゾンビ、あ、出ました。あれにベースに出ました。で、出ましょう。ほら、じゃあどうやってやった。本当さあ、もうどうぞ。はい、とりあえず、とりあえずあれしました。とりあえずそしてドアをつけたいんだけど、どうやればドアをつけれるのかなっていうことですよね。違うよね、ドアが武器みたいになってる。つけれた、どういうこと。わかんない、全然よくわかんない、なぜ今ドアつけれた。とりあえず石を探しに行ってきます。何が作れるかをまず見てみましょう。よいしょ、ベッド欲しいね。ベッドまず、かまど作りました。かまどいるんだよね。かまどで何ができるんだ。かまど入ってきました。かまど、いいですか。はい、わかります。まずかまどを作らせていただきました。石でかまどを作ったんですけど、このかまどを使うにはまずあれをしなきゃいけないわけですね。なんて言うんですか、材料で火を起こさなきゃいけないわけです。だから木材とかの材料がいるってことですよね。わ、来た。剣作っときましょう。で、石の鶴橋、斧、こんなもん。これ何これ、はしご。はしごもでもいるよね。まだまだいらないかな、石系のもので。ベッドを作るには、なんかあれがいるんですよね。羊ちゃんがいるので、とりあえずごめんやけど、羊ちゃんをちょっとお肉食べる。羊ちゃんをパワー回復するの何食べたい。羊ちゃんを探しに行きましょう。羊さんを探しに行きます。ごめんよ羊さん、これ羊さん、ごめんよ。これでいけた？まだ全然か。で、ベッドを作るのにいくついるかってことだよね。夜になってる。うわぁ、いた、あいついた、やべ。うわ、ゾンビもいんじゃん。うおー、怖えぇ。くぼ。怖えぇ。怖え、鳥肌立ってきた。あー、怖い。近づいて、うおー、怖えぇ、近づいて。うわ、ピロリロリンじゃねえよ。やられてる。逃げろ。これジャンプした方がいいの。やべ、怖え。とりあえず怖え。やべ、ゾンビだ。ここは迎え撃つしかない。ゾンビだよね。ほら、やべ。よし。待って。死んだ。ただ僕は近くにいますよと。知ってんだろ。ほら。失うものないぞ。ほら。よいし。さあ。
回収しましょう、回収回収アイテム回収。今ゾンビさんが来てたゾンビ、ああ違う違う、この時なんでこんな時にさできるわけ、できなかったじゃん。ちょっとアイテム回収したら一回落ち着くために家戻ります何もしてないけど、まだ何もしてないけどもないから、よし、とりあえず家戻ります。よいしょ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 、これで安心した、安心、これで大丈夫だよね。で今作業台で何を作れるかっていうのが分かるわけじゃん。これでベッド的なものはまだ全然作れないのかな。ベッド的なもの、ベッド的なものはまだ何にも作れない。いやーマジか、これいらねえな。あ、装備がある、装備、これ装備できんじゃない。どこだっけ、これどこだっけ、これか、ほらほら、これ何これね、何なの、あ、何なのこれ、な、わかんない、わかんないけど僕見た目が変わりました、ほら僕見た目変わってます、パワーアップしてます、パワーアップしてるのはいいんですが、がですよ、がいいんですが、さあとりあえず今日の目標はベッド、ベッド作って終わりにしましょう。ベッド、ベッドっていうことはやはり外に行って、わっ、おん、いるじゃんいるじゃん、あいついるじゃん、羊さんを捕まえてこなきゃいけないわけですね。あ、なんかトトロのトンネルみたいじゃない？あれ？うー、ゾンビ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 、うーわ、うー、怖い、この声怖い。なになになに、ちょっと待って、ちょっと待って。耐えろ耐えろ、いっぱいいるいっぱいいる、ガッハッハッハッ、やられた、いや怖えよお前ら、ほんとほんと怖えよ。さあちょっとじゃあ待ちましょう。あ、めっちゃ近く、めっちゃ近くにめっちゃゾンビおる、あのバカするやつもおる、いやだよお前ら、どっか行けよ。あ、しかも羊さん発見、羊さん、うわっし、知ってるんですよゾンビさん、日が当たるとこれ焼かれてるんでしょ今。うお、やばい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 、とりあえず回収したもの、回収だ。とりあえず失われたものを全部回収。めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてる。よし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 、全部回収できたかな。と同時に僕は見つけましたよ。羊さんがこの辺にいた。ごめんね羊さん。あなたは何も悪くない。ちょちょ、ごめんね羊さん、逃げないで逃げないで逃げないで、ごめんねごめんねごめんね、ごめんね羊さん。さあこれくらいあったらいけるんじゃないの。ベッド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 、さあベッド作り行きましょう。ちょ、このセンスのない家、何の音何の音何の音
この音、え攻撃食らってる、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 どこ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 、え攻撃食らってる、攻撃食らってる、おおおおおおい頼むよお前、何してんだよ、家の中まで入ってくるなよ、怖えよ。俺超ダサい声出してんねでもまあまだ家の中だったからよかった。え、またまたまたあいつ、こいつすごくない、こいつ、しかもさめっちゃ素晴らしい声から、よしよし、めっちゃ素晴らしっこいから、もうてかさ、この木の上からスタートしたくないんだけど、よし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 、全部解除した。さあとりあえずチェスト、木とかいるんだよね、確か確か木材とかいるわけですよ。で作業台で、あった来た、ベッド来た、やっとベッドをまず作ります。で木材も作らなきゃいけないんだよ。これ、これが、これも、これも作って、これも作りましょう。これも作ります。で、何がいるの？まあ、とりあえずベッド作った。ベッド作った。ベッド置きましょう。ベッド置いて、今日は終わりにしましょう。ベッド、ベッド、ベッド。ベッド。あれ？ベッド。縦置き方あるだろ、もっとなんか俺こんなん俺も気にする、あまあいっか。はい、今日はベッドを作りました。ベッドね、ちょっと怖いんでここに、はい、今日はねベッドを作らせていただきまして終了とさせていただきたいと思います。全然進んでない、全然進んでないんですが、まあしょうがない、これが僕の今の実力です。第2回にしてやっとベッド、拠点とベッドを作ることができたので、まあこの2つでなんとかやっていけるんじゃないかなと思います。次回はねちょっと調べさせていただいて、何を作ったらいいのかっていうところをまず考えてやっていきたいと思います。ノブキックスこと千田ノブキでした。いやー今日もいっぱい冷や汗かいた。じゃあね。